はい、ただいまですね、ヘルバトラーが仲間になりました。今ですね、ちょっと仲間モンスターをですね、についてはですね、ヘルバトラー、一体ですね、いるんですね。今ね、仲間連れてるのでわかるように。で、まあ、ちょっと今、突然なんですけれど、ヘルバトラーが、はい、仲間になったので、急いで動画をね、撮影した、ということなんですね。はい。まあ、ちょっと、今、仲間になったね、ヘルバトラーをちょっと見てみようと思います。はい。特ですね。まあ、特なんで、まあ、極なのかな。極、超、特、というわけで、まあ、上から、3段階目のやつになるんですけれど、まあ、でもね、とりあえずヘルバトラー、なかなか仲間にならないので、まあ、これはね、仲間になるっていうのはありがたいことでございます。はい。特殊能力見ていくとですね。まあ、スキルを見ていくと、はい。なんだっけ。メラミ、氷の息。激しい雄たけび。最後、光のブレス。残念。イオナズンでは、まあ、ありませんでしたが。まあ、でも、とりあえずね、ヘルバトラが、来て、まあ、これはこれでね、良かったですね。頭脳明晰ということで、どうだろう。まあ、ちょっと、激しい雄たけびとかありましたけど、ちょっとな、あ、ちょっと待って、すいません。お知らせが突然出てきましたね。これでどうだろう。あれ？なんだろう。ちょっとうまくいかないですね。すいません。ちょっとよくわかりませんが、とりあえず、はい、ヘルバトラーが、仲間になったというのは、まあ、確かです。ございます。はい。で、まあ、ちょっと、仲間モンスターのね、一覧を、見てみようと思います。で、モンスターがですね、今、516匹になりました。まだね、継承を一度もね、やっておりません。先ほど仲間になったヘルバトラーが、まあ一番左上にありますね。頭脳明晰の、はい、素質得ということになります。で、ちょっと素質をですね、まあこれまで510何体ですね、仲間になって、素質ね、どうなってるのかっていうのを見ていると、はい、極なのか、冷闇なのか、まあちょっとどっちでもいいんでしょうけど、はい、それが6体あります。はい、鉄のサソリと、はい、リザードマン、あとゴーストがね、2体あります。なんでゴーストなんだろう、みたいなね。もっと別のならよかったんですけど、まあそれはそれで仕方ないですけど、はい、あとはホークマンと、はい、キングスライムです。あと、蝶がですね、蝶はまあ、そこそこありますね。はい、ゴーレムと、キングスライムと、はい、メーダと、あと、なんだっけ、すいません、メタッピーか、はい、あと、キメラと、ミイラ男と、ポイズンリザードと、鉄のサソリと、はい、ベビーパンサーと、スライムと、あとは、なんだっけ、ドラゴンキッズと、メタッピーと、はい、あと、メラゴーストかな。はい。まあ、あと、特は結構来てますね。はい。特は結構ありますね。はい。まあ、さっき仲間になった、はい、ヘルバトラーも特ですね。はい。まあ、こんなところですね。はい。で、ヘルバトラーようやく2体目仲間になりました。仲間モンスター図鑑はですね、はい。こんな感じなんですけれど、まあ、先ほどね、ヘルバトラーが仲間になったので、あれ？まあ、でも、性格はまだ1種類なんですね。はい。今まで仲間になったヘルバトラーは、いずれも頭脳明晰だったということですね。あとはですね。はい。あ、そうだ、ちょっとスキルの方を見ておきましょう。ヘルバトラー結構ね、スキルが6個あるんですけど、まあ今のとこ出てるスキルは4つのみ。まあこのうち一番下がおそらくイオナズンだと思います。はい。まあ、こんなところですかね。はい。ヘルバトラーはやっぱね、強いですね。はい。まあ、あと、グレートマーマンがようやくね、この前、一体仲間になって、あとは、はい、キラーマシーンでコンプリートになります。はい。516匹仲間になってですね。ちょっと今、虹色を見てみると、はい。右上からね、スライムとプリズニャン。あとですね、メラゴースト、ホイミスライム、あとゴーストと、あとドラゴンキッズ、あとはですね、グレムリン、ドルイド、ポイズンリザード、
あとは、はい、マリンスライム、そしてホークマン。うん、ホークマンね、7種類揃いました。あと、鉄のサソリも揃いましたね。はい。はい。っていうところですね。まあ、なかなか、1万8000歩クラスのね、この、ホークブリザードと、あとは、ヘルバトラーとキラーマシンはなかなか、はい、手に入りませんが、皆さんはいかがでしょうか。516仲間になって、キラーマシンが未だにね、仲間にならないというのはもう、そろそろしてね、いい加減にしてほしいなというところではございますが、まあ、これも、運なので、まあ仕方ないですね。はい、ということで、まあちょっとね、卵のリストもまあ見ておきましょう。まあ、これはね、まあ、どうせ孵化するんですけど、はい。今ね、まあ、金の卵が、まあ、そこそこあります。1、2、3、4、5。まあ、2つセットしてて、5。それ以外に5個あります。あと、ゴーレムの、卵ですね。1万3000歩で孵化するやつと、あと、トロルの卵があります。はい。まあ、あとは、すべて銀の卵ということになります。はい。ということで、まあ、そんなところですかね。はい。まあ、またね、何かお見せできるところがあったら、お伝えしようと思います。まあ今回ね、ちょっと突然ヘルバトラーがね、仲間になりそうだったので、急いで、動画撮影を開始してみました。はい。というわけで、まあ参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。もしよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた、次の動画で、お会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。